うちだゆうまカドタブス。Yes three t w そうなんですねイ。イケボショップというあの参加させていただいてですね、あのシチュエーションに合わせてなんかあのまあセリフをこう読むということで、でもなんというかそのもうここまでその池池坊です。 っていう触れ込みのお仕事って、ねうん、まあほぼないので、なんか僕はかなりあのー、もう初体験ぐらいな感じで、<laughs> そ,うそ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 う。ね、あのね、イケボですって、ね、<laughs> あの、わかんないのよ。やっぱりあの、<laughs> 僕らの、そうそうそう、そうそう、お芝居の人からね、こう、イケボでお願いしますよね。一番難しいんだけど。<laughs> ま、あなんかそれをこう、ま、あ今回逆にでも、 そのファンタジック、めちゃめちゃね、ファンタジックなやっぱ世界だったから、普段やってることとやっぱ違うっていうところで、非常に、まあ逆に、僕もなんか、それをな楽しんでやるっていう感じで、すごく新鮮なね、あの、さ、あの、言葉をね、あの、今回は、あの、喋らせていただきました。これはでもね、3日までだから、まあ今はもうちょっと終わってしまったんですけれども、えー、なかなかあの、普段できないことをね、やらせていただけるっていうのは非常に、なんか、楽しいチャレン じございましたのでまたね、こういう機会あると。もうちょっとでも、あの、これ全然本当に、イケボ、声優イケボじゃないから本当に、イケボはマジハードルは高いから。あの、イケボですよってことじゃないんですよ。あの、イケボですよって言ってほしいわけじゃない。全く、全くないんで、あの、マジでイケボの人たちじゃないんで声優って、超緊張する。みんなどうしてんだろ。イケボあ、この人イケボだこの人イケボだな。うわー。 うわあ、難しいなーイケボ。なんかイケボって、その人によって捉え方が違うから、まあ,ね、まあなんかちょっとそれは難しいんだけど、イケボで表すの難しいんだけど、僕がめっちゃこの人の声好きっていうのは、 好きっていうのは、その、秋代さんとかもう、<laughs> 秋代さんだよね、もう。いけだね。いけぼ、なんか。次元じゃん。いやうそね。ね。もう大塚秋代さんね。<laughs> 秋代さんはもう、そりゃもう秋代さんにしゃべる。<laughs> 耳元で秋代さんに、もう今、ほら、あのー、ボルトをさ、はいはい、あのー、今一緒に収録させていただいてるからさ、はいはい、秋代さんと同じ回でね、いいあの、収録する機会とかってあったりもするんだけども、やっぱ、もう興奮するよね。 ほん <laughs> するよ、だって。おぉ<ー>、みたいな。<laughs> <laughs> デネボラさんから頂い,いております。ありがとうございます。えー、いわさんこんばんは。えー、ボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズ第218話見ました。ナルトを助け、えー、大月・意識を倒すために、ワキが使った秘策が、あの、影分身の術だったという展開は胸圧でした。ワキは辛い過去のせいで、長らく誰も信じられず孤独でしたが、ナルトという大切な存在に出会い、つながりの大切さを知ったことで、忍びとしての素質を開花させることができたのだろうなと思います。さらに、桃式に体を乗っ取られたボルトのことも命がけで助け、 けており、今回カワキは大活躍でしたねまた後半のナルトとクラマンの別れのシーンはシリーズを昔から見続けている人にとっては、えー、感動なしでは見られない名シーンだなと思いましたちなみにこの回が放送された10月3日はちょうど19年前にアニメナルトの第1話が放送された日だったそうです物語の中でもかなり重要なタイミングポイントになるエピソードだったと思いますが収録時の裏話などがありましたら教えていただけると嬉しいです 218はねいやマジやばかったあのー、まあ渇き的にも一個もやっぱ意識っていう大きなこう自分にとっての壁みたいなものまあなんですけど、まあ、それをこうグッってもう倒して超えるための本当に大事な回だったんですけどその最後に まあ、あのー、ちょっと皆さん、本当にネタバレの人は、もう本当に、本当もう言っちゃってるんですけど、<ー> <laughs> ちょっとあの、み、みんな、あーって言って <laughs> <laughs> そう、でも本当にね、ナルトが、その、クラマと、こう、別れをするという。まあ、クラマっていうのは、もう本当にみんな、あって言ってね、クラマっていうのは、キュービーの狐っていう。で、ナルトってね、その、キュービーの狐を封印されてるから、里ではちょっと意味嫌われて、で、一人だったっていうところから物語が始まるわけ。だから、 生まれた時からずっと、こう、一緒にいるわけ、キュービーの狐クラマとはね。で、最初は、やっぱりこう、全然さ、むしろお前のせいでっていう感じだったのに、徐々に徐々に、ーーのね、そう、キュービーとこう、心を通わせで、クラマって名前を知り、相棒としてきて、で、この19年、アニメ1話から19年経った10月3日に、わかるクラマがね、いやもう、演出えぐくて、 今までのシーン、その、前のナルトの時のシーンを映像で使うっていう。いや、もうさ。<laughs> いや、まじね、ほんとに、ね、あ、もう、こうでも泣いちゃうから、ネタバレしないで、つって。だあーって言ってて、だから、あーって聞きたくないんだ、あーって言って。あ <laughs> ーいや、もうね、俺もさ、やっぱりさ、ナルト世代なのね。ナルトが、子供の頃、自分も子供で、同じ時期にやっぱり成長して、もう、小学校の頃なんか、<laughs> 俺じ、人生で最初に買った漫画、ナルトだったし、だから、ある意味、キュービーとの別れっていうのが、なんか、一個その、大人に、 な、なんかちょっと一個な、なってくっちゅうかさ、そういう感じがして、うお、なんかこの20年の、成長してきたっつうか、ああ、ここで別れなんだな、みたいな、すげえね、ちょっとなんか寂しさもあったけど、すごいなんかここまで、でも参加できてよかったな、みたいな。こもエ,エモさだよね。エモさあったね。 いやでも今回のはやっぱりね自分としてもすごく本当に心に残るエピソードでしたいやもうぜひボルトね引き続き見てください皆さんよろしくお願いします影分身の術うわマーラーペッパー あ、辛そう。でも、うまそうだね。いや、僕、辛いの大好きなんですよね。鬼殺しっていう唐辛子、うちに買ってるんですけど。すっごい好きなんで、マーラペップ、うーわー、これゴリゴリしてさすって食べたいね。うまそう。ちなみに僕最近好きなのは、ウーシャンフェンです。ウーシャンフェンです。ウーシャンフェン知りませんか皆さん。知らないの ウーシャンフェン知らないんだ。<laughs> えなに、中国のね。そう。あ、それ、そ,それ、それ、それ、それ。五高校。五高校、そう。だから、五つぐらいなんか混ざってるらしいんだよね。スパ,ス,スパイス。スパイス。スパイス。ブラー、ラ、ラみたいなのねララ。これでも、巻き舌って、これでも、ローとか言っ,てっちゃった。これは、あの、<laughs> これはですね。<laughs> まあ、ラ、ラ、ラとかって、ベロ,ベロそうラね。